紙アイテムがありますんでご紹介したいと思うんですけど、君をちょっとこう包丁でこう一回こう押し付けます、こうやってまな板に。そのブロッコリーにこれをこう絡めて食べてもらうと、こんにちは、店長です。今回はタルタルソースの作り方についてお伝えしたいと思います。うちのお店でもすごく人気のタルタルソース、チキン南蛮っていうメニューがあるんですけど、それがすごく人気で、その中でも、タルタルソースが美味しいですねって言ってくれるお客さんが結構いっぱいいらっしゃっていて、でそのタルタルソースの作り方を今回自宅で再現できるように動画でお届けしたいと思いますので、皆さん自宅でチャレンジしてみてください。このチャンネルでは自宅で簡単にプロの味が再現できる、そんなような内容でお届けしてますので、ぜひチャンネル登録といいねボタンご協力よろしくお願いします。それでは実際に作っていきましょう。ご家庭で簡単にできるタルタルソースというところで今回ご紹介していきたいんですけど、スーパーで売ってる材料で表現できたらいいかなと思います。材料はキューピーのタルタルソース、スーパーによく売ってると思うんですけど、そのタルタルソースをベースに使います。でキューピーのタルタルソースが今回 50g 使ってます。それと同量のマヨネーズ、これを同じく 50g 使います。そして刻まれたパセリ、乾燥のパセリとかもスーパーに売ってると思うんですけど、あれがこう彩りになって綺麗に見えるんで、あれをお好みですかね、特に量的には何グラムとかいうことはないと思うんですけど、お好みで入れていただいたらいいかなと思います。それと、ブラックペッパー、これも味のアクセントになるので、ただあんまり入れすぎると、お子様とかが食べるときにちょっとこう苦手だったりこう食べてもらえなかったりするんで、これも最後にお好みで入れるようにしてみてください。であと、隠し味にめんつゆを使います。これを入れることで味がこうタルタルソースの味がグッと締まって美味しい味に仕上がるんで、これを、今回は、小さじ1杯、めんつゆを使います。それと卵は2個、使います。それでは卵をまず湯がくところからやっていきたいと思います。鍋に、お湯を沸かして、この卵を2個、湯がいていくんですけど、この湯がく時に、ちょっとコツがあってですね、湯がくと、皮を剥いて最後タルタルソースに仕上げていくんですけど、なかなか皮が剥きにくい、で剥いてる時にボロボロになったりする、そんなことを経験皆さんあると思うんですけど、それを極力、なくすようにするために紙アイテムがありますんでご紹介したいと思うんですけど、猫ちゃんアイテムってこの動画のチャンネルでは呼んでるんですけど、これ実はダイソー100均に売ってます。この猫ちゃんアイテムがあるんですけど、これどういうものかというと、こう針がこうピュッと真ん中から出てくるんですけど、見えるかな、針がこうピュッと出てくるんですけど、ピントがなかなかね、これ針が真ん中から出てくるんです。なので指をこうここに当てると痛いんでちょっと気をつけてほしいんですけど、これどういったものかっていうと、卵に穴を開けるアイテムなんです。で穴を開けることで格段に殻が剥きやすくなるので、そういう紙アイテムなんで、ぜひ使っていただきたいんですけど、実際こう卵がこうあります。で、卵のお尻と頭とあるんですけど、どっち側を開けるかっていうと、実はこのお尻側に穴を開けます。で卵にこう押し付けてカチッと、今音がしたと思うんですけど、押し付けると穴が開きます。でこの状態で湯がいて中が漏れるんじゃないかって心配すると思うんですけど、これぐらいの穴では中漏れませんので、こうやってしっかり穴を開けるようにしてみてください。ただあまりこうガチッと力を入れすぎると卵が割れちゃうんで、その力加減はちょっと加減していただきたいんですけど、こういうふうにもう一回開けますけど、こう今カチッと音がしたと思うんです。これでしっかり穴が開いてるので、この穴を開けることで後々格段に殻がむきやすくなるんで、ぜひこれはやってみてください。騙されたと思ってやってみてください。それでは湯がいていきたいと思います。湯がく時間の目安は約15分湯がいていただくと、中までしっかり黄身までこう硬くなるんで、このまま15分、湯がいていただくということになります。
湯がき上がったらまずお湯を切ると思います。お湯を捨てて、お湯を捨てます。でこの状態でまあこの状態で常温になるまで冷ますのではなくて、ですね、この中にですね、この状態でどうやって冷やすかっていうと、氷で冷やしてください。そうしないとこう茹で上がった、今熱々なんですけど、茹で上がった卵をこのまま置いとくと、一般的に菌が繁殖してしまう温度帯に差し掛かる時間が長くなってしまうので、まあ非常にこう衛生的にも良くなかったりするので、できるだけタルタルソースって万能ソースだし、まあ、作るのにも手間がかかるんで、できるだけ日持ちさせたいので、まあ、そのためにこういうふうに氷を用意してもらって、氷を用意してもらって、氷に当たってるだけだとちょっと冷めにくいので、これに水を入れて、もう空のまま入れちゃって大丈夫なんですね。もう空のまま入れてもらって大丈夫です、はい、このままこういった感じで氷水で冷やす、まあ、一気に冷やすっていう方法を取ることで卵が長持ちするんで、タルタルソースも、実際作ったタルタルソースも長持ちしますんで、この方法で冷ますようにしてみてください。この一手間で全然変わってくるんですか？この一手間でもう本当に極端に何日も日持ちする時間が変わってくるんで、必ず氷水で冷やす、一気に冷やすという方法を取ってください、はい、そして実際に出来上がったものの殻を剥いていきたいと思うんですけど、その殻を剥く時もちょっとコツがあって、先ほどまあこの猫ちゃんアイテムで、穴は開けて剥きやすくはなってるんですけど、この状態のまんまこうパリパリっとこう剥いていく、まあこれでも十分剥きやすいんですけど、穴を開けてるんで、もっと剥きやすくするためにこうやって水を張ったボウルの中に卵をこう入れてもらって、でこうやってちょっとずつ剥いていきます。こうやってそうすると一回こうちょっとこう殻を割ったところに、殻割るとこう薄皮みたいなのが内側についてると思うんですけど、この水の中で剥くことでこの薄皮と白身の間にちょっと水が入っていくんで、より剥きやすくなります。料理してる時ってなんかスムーズに作りたいじゃないですか。でもなんかどっかでもううまくいかないってなると、もう料理作りたくなくなっちゃうんで、まあ、それも回避するためっていうか、自分の思った通りにやるために、この水の中でこうやって剥くのが一番剥きやすい方法なんで、これちょっとぜひ試してみてください。店長はそんなところも気にかけてくださるんですね。そうそう、自分もすごい面倒くさがりなんで、思い通りにいかないともうやめたってなっちゃうんでやっぱ同じような感覚皆さんなってると思うんですよ。料理するのって毎日のことだし、時間もないし忙しいし、思い通りいかなくてこうボロボロになると、作る側としてもあんまりこう面白くないんで、そういう風な方法を取るとよりスムーズにできますんで、ぜひその方法を試してください。実際に、茹で上がった卵と調味料を今から合わせていきます。でまず、タルタルソース、これ 50g ですね。先ほど言ったような 50g 入れていきます。で、マヨネーズ。マヨネーズも同じ量の 50g。ここに入れていきます。まあ、あとはね、混ぜるだけなんで、ものすごく簡単だと思うんですけど。で、ここに隠し味のめんつゆを、小さじ1杯ですね。入れていきます。そして、まあ卵なんですけど、家庭によくあるこうガシャッとやると卵がこう輪切りになるようなやつ、でああいうことを使って、そうそう、これか、これですね、これこれ、こういう一般的にあるやつ、こういうのを使って、まあ卵を置いてこう輪切りにして細かくしてってすると簡単なんですけど、僕はちょっとその卵がなんていうゴロッとしてる方が好きなんで、好きだし、まあ、そっちの方が美味しいと思うんで、その方法で今回やっていきたいんですけど、まずその時に白身と黄身を一緒に切るんじゃなくて、白身は白身でちょっと分けてもらいたいんですよ。
白身は白身でちょっと分けてもらって、で黄身だけを出して、で白身はちょっと避けます、一回避けて、で、まあ、この白身を、あ、ごめんなさい、この黄身を、黄身はまあ潰したいんですけど、黄身をちょっとこう包丁でこう一回こう押し付けます、こうやってまな板、そうすると綺麗にこれ潰れるじゃないですか。この状態で入れると、ちょっとボソボソっとしてる感じ、うん、で白身を、その後に白身をカットすると。これなんでかっていうと、まあ、形大きさを確保したいっていうのもあるけど、白身と黄身を一緒にこう切っちゃうと、まな板全体がもう黄身だらけになるんで、最後洗う時もちょっと面倒だし、実際そのまな板にこう、なんていうんですか、こうすりついた黄身がもったいなかったりするんで、黄身と白身を分けて入れてカットしてもらうと、その方がまあ洗い物の手間も効率がいいし、こういったゴロッと感も確保できるし、そっちの方が僕はいいと思いますんで、まあ、その方法でぜひ皆さんはちょっとやってみたい、やってほしいなと思います。なんか包丁にもくっつかずに切りやすそうに見えます。そうそう、こうするとね、結局ここにおそらく黄身がいっぱいついてくるんで、そうすると包丁も結局なんか洗うのも手間だし、まあもったいないし、白身だけでやった方がより、まあ便利なんで、ぜひこの方法でやってください。そうするとお白身を入れてってすると、まあ、こう入れるとほらほら、もう包丁にも全く黄身がついてないし、ね、まな板にも黄身がついてない。いや、めちゃくちゃありがたいですね。ね、多分自宅で普通に作ると多分もう包丁もまな板も黄身だらけになるんで、まあ、それはちょっともったいないんで、この方法で使ってください。で、あとは最後に、まあ、混ぜるんですけど、ブラックペッパーと、まあ、乾燥のパセリとかがスーパーに売ってあると思うんで、まあ、これをお好みで入れてください。で、先ほどもお伝えしましたけど、あんまりブラックペッパーを入れすぎるとちょっと子供に嫌われちゃうんで、それはお好みで調整してください。で、あとは混ぜるだけですね。こう混ぜて、そうするとちょっとね、卵のこうゴロッと感と黄身のこうゴロッと感とあって、まあ実際スーパーに売ってあるキューピーのタルタルソースと、まあマヨネーズ、酸味がすごい抑えられたタルタルソースができるんで、一般的なそのタルタルソースって酸味が先にパツッとくるんで、まあ、あれが美味しさの元でもあるんですけど、僕は酸味が苦手なんで、酸味を極力抑えた形のタルタルソースにしてます。お店でもそうしてるんですけど、まあそれがゆえかわからないんですけど、結構店でもこのタルタルソース美味しいですって言ってくれる方結構多いので、あんまり酸味が強くない方がいいのかなと思ったりもします。なのでこう酸味が程よく抑えられて、お子様受けもいいタルタルソースだと思うんで、ぜひこの作り方で、チャレンジしてみてください。あとまあタルタルソース作ってちょっと日持ちをさせたいので、しっかり卵にも火が入ってるんで1日2日でダメになるよってことはないんですけど、まあ、できるだけより長く日持ちさせるために、保存するときに、まあ、こういうタッパーに入れて、この状態で、タルタルソースを、まあ、冷蔵庫で保管してもらってもいいんですけど、まあ、そうするとちょっとこうタッパーとタルタルソースの間で空間があって、まあ、この辺の空気とまあどうしても酸化してしまうから、ちょっとやっぱまあ悪くなるのが早くなっちゃうんで、まあ、こういったタッパーを使うときは、このタッパーに入れた状態から、まあ落としラップをしてもらって、タルタルソースに直接こうラップがつくような感じで落としラップをしてもらって、できるだけそのタルタルソースと空気が触れる量を少なくしてもらって、まあ蓋をして冷蔵庫で直してもらうと、
より長持ちするんで便利かなと思いますので、ぜひこの方法で保管してみてください。さっきまあ冒頭でお伝えしたタルタルソースって万能ソースで、まあ当然チキン南蛮には必須のアイテムで、まあアジフライとか揚げ物とかにもよく合うんですけど、実は野菜にも結構合うんですよ。でブロッコリーとか結構お子さん嫌いな人多いと思うんですけど、そのブロッコリーにこれをこう絡めて食べてもらうと、まあ想像の中ですけどちょっと食べてもらいやすいんじゃないかなと思っていて、まあ、酸味も抑えてるタルタルソースなんでいいかなと思います。でまあお子さんとかブロッコリーが苦手とか野菜が苦手とかいう人結構多いと思うんですけど、実際ブロッコリー自体が苦手なんじゃなくて、ブロッコリーの状態がちょっと柔らかすぎて自分が思った想像の食べ物じゃなかったとかっていうのがきっかけで、そのものが嫌いになったりするんですよ。僕も実は牡蠣苦手なんですけど、牡蠣ってフルーツじゃなくて海の牡蠣ね、苦手なんですけど、なんでかっていうと子供の時にカニクリームコロッケだと思って出てきたものを食べたら牡蠣フライで、その磯臭さにもうそれが衝撃すぎて全然関係ないけどカキフライが嫌いになったっていう経験もあるので、結構子供の時ってそういった経験が大事だと思うんで、まあ、ブロッコリーが嫌いなんじゃなくてブロッコリーの湯がき方とかブロッコリーの状態が苦手、っていうことだけだったりもするんで、まあ、これをつけて食べることで克服できるかもしれないし、まあ、ブロッコリーとかも湯がき方にちょっとコツがあったりするんで、まあ、今後そういった動画もお届けできたらいいかなと思います。このチャンネルではちょっとしたひと手間、まあ、プロが教えるちょっとしたひと手間、家庭の料理がより美味しくなるようなコツも動画でお届けしてますので、ぜひチャンネル登録といいねボタン、ご協力お願いしたいと思います。まあ、それで、チャンネル登録者数が増えれば増えるほど、僕の励みにもなりますんで、ぜひ皆さんご協力お願いしたいと思います。それでは今回の動画は以上になります。また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。じゃあ実際ブロッコリーいただきます。こうつけて、なかなかうまくつかないうん、おいしい。